本日の企画はニットコレクション、イエーイ。もう今ね、秋が始まり始めてます。ということで、始まりない。やばいやばい。ということで、まあ、今回私たちが気になってる5種類のニットを使って、それぞれコーデを組んで、計15コーデですね。めちゃめちゃ組んできたので、こちらをご紹介したいと思います。イエイ。じゃあまず、ニットの方をね、種類ご紹介します。はい。まず一つ目。ででん。シアーニット。シアーニット。はい。もうね、ななみさんもちょっとすでにシアーが入っちゃってますけど、今年なんか夏が長いからやっぱシアーニットね、着たいなって思ってご用意しちゃいました。続いて2つ目、襟付きニット。へい、私もね、もう使っちゃってるんですけども、ね、今年よりなんかスクールコーデとかだったり、うん、シャツとか多いかなって思ったので、ちょっと注目な襟付きニットもご紹介したいと思います。では3つ目、シャギーニット。ふわふわのやつですね。まあ去年とかもずっと素材感って言ってましたけど、それは引き続き今年ももうマストぐらいなアイテムかなって思うので、毛足長いものだったりちょっと短めのものとかね、たくさんあるので、こちらもご紹介したいなって思います。続いて4つ目、タートルネックのニット。はい。今年首元隠してるもの多くないですか？スタンドネックとかもね、多そうな感じなので、ニットも首元を隠すようなね、タートルネックも必需品だと思うので、はい、じゃあもうご紹介します。はい、大丈夫かな？はい、ギリギリかな？ギリギリですかね、はい、セーフですね。ということでラスト5つ目。はい。ハイゲージニット。はい。もう目の詰まった、まあこういう感じですね。そうですね。詰まったニット。そうだね。リブニットも今回は一応セーフにしてるので、ベーシックなアイテムに多分ちょっと近いと思うので、いろんなコーデの参考になったかなって思って今回出ました。はい。というこの5つのニットを使ってコーデ紹介していきたいと思います。はい、ではレッツGo! はい、ということで、着替えてきました。一つ目、シアーニットでーす。はーい。ということで、まことさんから、お願いします、はい。私のシアーアイテム、こちらですね。ピンク？ピンクです。これ皆さん、ご存知でしょうか？ななみピンクと申します。ななみピンクでしたか？まさに、どうもありがとうございます。これ、ドゥドゥのニットなんですけど、これ、透け感がね、めちゃくちゃ柔らかい感じで、そんなに露出感がないから、私、普段あんまりシアー着ないんですけど、全然抵抗なく着れるなと思って、このアイテムを選びました。で、もう一個ね、ちょっと伝えたい。伝わるかな？この、ふわっとしてる感じ。毛が。確かに、毛並み感が。そうそうそう。どうですか？これがね、すっごい女性らしさがもう、マシマシって、これめっちゃ可愛いと思って、まあ、やっぱシアニットって結構出てるじゃないですか、いろんなブランドから、ね、ちょっとやっぱ変えたいってことでちょっとピンクを選んでみました、ピンクって割と色物だから使いにくいかなと思うんですけど、全然そんなことなくて、私普段カーゴパンツとかそういうものが好きなので、カジュアルアイテムと合わせるとコーデ合わせしやすいかなと思ってこれを選びました。合うんですね、ピンクとカーキって、ね、緑とでもピンクってすごい合わせるとめっちゃ可愛いなと思います。で、カバンはまあ大人っぽくレザーの感じで合わせて、まあ、小物でね、黒で締めてって感じですね、そこはいつも通り、でちょっとまあ肩出してちょっと着崩して、まあ、よりカジュアルな感じでしてみました。可愛い、はい、以上でございます。ありがとうございます、はい。では続いて、私のブラウンじゃないや、私のシアーアイテムとなっております。これはマコスさんと多分結構形自体は同じなんですけども、ナチュラルクチュールのものですね。でも私の方が多分露出感が、まあ色もあると思うんですけど、やや少なめになってるかなって思います。マコスさんと違うところで言うと、袖が私の方がすぼまってる感じになってます。ちょっと女の子らしい感じに、なんか印象的には使えるかなって思います。で、あとはあのインナーをブラウンで合わせたことでちょっと統一感をね、あと露出感をちょっとなくしたいなと思って色を合わせて中に入れております。黒とかでもいいかなと思ったんですけど、私は今回ブラウンワントーンにしたかったので、インナーの色も合わせて着ております。ボトムスは素材の差が出た方がブラウンワントーンって可愛いかなって思ったので、レザーのねプリーツスカートを合わせております。で、まあブーツは、まあ、今年意外とロングブーツ履かないかなと思ったんですけど、ブラウンワントーンではなんか合わせたくてロングのブーツを合わせて着ております。スリットが後ろに深めに入っているので、足がめっちゃ綺麗になんか細く見せてくれるブーツだなって思いました。で、バッグもちょっとね素材感出したくてファーバッグを合わせて、カスタムですかねこれは、
ちょっと素材で遊んだブラウンワントーンになったかなって思います。めっちゃいいですね。やっぱブラウン気分ですね。でもなんか暗髪だとブラウンワントーンするとめっちゃ重たく、あ、本当ですか。そう、見えるけど全然重たく、本当ですか、うん、嬉しい。ニューカラー、ニューカラーに、ね、この動画から解禁ですかね、もしかしたら。お初願います。どういうこと何本語なのじゃあ皆さんブリーチしてブラウンワントーンチャレンジしてみてください。ブリーチ必須、はい、必須でございます。ではゆうのコーデでした。続いてどうも、私のシアーコーデ、うん、こちらのラブティックボンボンのシアーニットを使わせていただきました。なんかキラキラしてる。そうそうそう、これがね透け感も程よいのと、うん、ちょっとラメのようなスパンコールのようなのがついて、でもさりげないからキラキラしすぎず着れるのが嬉しいですね。かわいい。ちょっとね、ボトムが結構ワイドな感じでゆったりとしてたので、トップスはコンパクトなアイテムを合わすのがポイントかなと思います、うんうんうん。で、まあちょっとシンプルだったので、うん、上にね、さらにシアーのニット巻いちゃいました。いい。これブラウン入れることでちょっとね、うん、秋っぽさをプラスできるかなと思います、うん。基本的にはホワイトコーデなんですけど、うん、秋はちょっとこういう感じでカラー入れれたらなと思ってます、うん。しかもなんか露出感も抑えられていいですね、うん。そうそう、この辺とかもね、気にならず隠せるから嬉しい。これね、実は誠さんが着てたシアーニットの色違い。あ、そうなんですね。そう。これね。これ、着たらこうなる。こうなるんですけど、巻くこともできますよ。巻くこともね。巻くこともできます。今ね、ちょっと親知らず痛くて。口が開かないんですよ。でもなんか、小物の茶色を拾ってて、ね、そう、ちょうど、ここね、しっかりキュッとメリハリをつけるとより、スッキリしたスタイリングが組めるかなと思って、選びました。うん、はい。はい。ありがとうございます。もう3人思うのもね、はい、違うのって面白いですね。確かにね。面白いですね。そうですね。ということで、じゃあ、はい、続いてのコーデいきましょう。レッツゴー。続いてのコーデは、襟付きニット。はい。ということで、今回もまことさんからお願いします。はい、どうも。はい、今回もまことが一番で務めさせていただきます。はい、私の襟付きニット、はい、こちら、チャオパニックティピーの襟付きニットでございます。はい。これしよう。そう、ほんのりなのよ。ほんと大人な透け感っていう感じがあって、めっちゃ可愛くて。なんかニットポロ私好きなんですけど、なんかちょっとそれに近い感覚で着れるというか。でもそれよりもボタンが大きめ。確かに。そう、だからそれがポイントになってコーデのアクセントになるなって思ったので、あえてワントーンに落ち着かせました。コンパクトめなサイズ感なので、下はこういう太めのスラックスで合わせて、ちょっと綺麗めに。いいです、これミスティックのスラックスなんですが、うん、時間がいいですね。聞いてください、これ私が大好きなウエストリボンパンツの素材違いでございます。そうなんだ。シルエットは同じ感じで作ってるみたいで、そりゃ好きだよなっていう感じですね、うん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 。で、足元はポインテッド2のちょっと大人っぽいのをね、合わせてヒールが細め、そうのものを選んでおります。で、ポイントがこちらですね。かわいい。カバン、これロッティのやつなんですけど、いつもだったら黒を選ぶんですけど、ちょっとクリーミーさをプラスしたいな、秋冬はっていうことで、ちょっとバッグを白で合わせてみました。確かに黒だと重くなりそうですね。そう、ちょっとかっこよくなりすぎちゃうかなと思ったので、これを合わせました。で、帽子がね、まあ自分の私物なんですけど、ちょっとこれもあったので黒にしないで白にあえて合わせてお願いします。バランスがさすがですね。ありがとうございました。では続いて、はい、続いては私の襟付きニットはこちら。これはディスコートですね、襟付きニットなんですけど、全体的にベーシックめな感じなんですけど、袖がね、見てください、可愛いんですよ。配色がブラウンがついてて、なのでちょっとね、このブラウンを拾いたくて、ボトムスはこういうブラウンのチェックのショートパンツを合わせて、ね、セットアップですねのインナーとして私は来ております。赤でチェックでセットアップって思ったら、なんかメガネ欲しくないって思って、私物をね持ってきてちょっとかけております。これはジーンズのものなんですけども、まあ合わせて小物とかもちょっときれいめになんかまとめたいなって思ったので、靴はパンプス、これはチコのもので、これかわいい。そう、リボンがねもともとついてたんですけど、リボンなしでちょっとシンプルな感じと、まあ、靴下はその分柄とか入れちゃって、そんなにしつこくない感じの合わせて着てみました。小物もね、ちょっとブラウンでトレンド感をね、ちょっと入れたバランスにしてみました。ゆずたけですね。そうですね。今回ゆずたけ
多めです。多めでお届けします、はい。まあ、2人で長いやつは見れるかなと思った、うんうん、ちょっと私は私らしく、ミニタケ多めになっております。そのセットアップ好きね。そうですね。確かに。またまあ、でも全然着こなしが違うから、めっちゃ着こなしができるね。中にカラー入れると、全然雰囲気がね、また変わる。もう、ザ・秋の。ね、確かに定番、紅葉を見に行ってください。紅葉ね、はい、いってらっしゃい。お願いしますね。はい、続いて。あらま。こんにちは。こんにちは。私はデマージュの思い入り付きニットになります、うん、これがねセットでセットなんだ。そうセットのアイテムで、これ中の方はキャミのシルエットなので、上に重ねてもいいのかな多分。あレイヤーね、そう今回は上に羽織ったんですけど、こっちのビスチェを上に重ねてもいけると思います、うんうんうん、という感じなんですけど、まあこれはねダメのようなね。本当だ、若干ちょっとキラッとした大人っぽいニットのアイテムなんですけど、こんな感じのねキラッとしたゴールドのね、これまたねギラギラしすぎず、うん、大人っぽい印象で着れるのが嬉しいなと思って、で私もポイントがね誠さんと一緒でボタンが結構大きめ、ここがアクセントになるなと思って結構ワンポイントになりました、うんうん、でまあ下はゼボンのパンツなんですけど、まあ、この色に馴染むような色を選んだら、うん、こちらの色になりました。色かわいい。そう、この色で結構ワントーンっぽい感じで、バッグも、うん、バッグはどっちかというとトップスに似た色を選んだんですけど、うんうんうんまあ、統一感を出してちょっと決めすぎないレイヤードスタイル、ちょっとラフな感じで組んでみました。ここフックついてるの？あ、そうそう、ここ一応止めれるんですよ。いい、止めることもできて、かわいい。止めて開けるのも、止めてもいい。私はちょっと首が詰まってるのがどうしても苦手で、開けちゃってすっきりしてるんですけど。いいですね。はい。ラメ率高くなってきました。そうね、私が高いかも。シャイニー、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 シャイニーです。ということで、続いてのコーデいきます。はい、レッツゴー。はい、ということで続いてはシャギン。みんなフワフワしてますね。してますね。はい。はい、ということで、はい、じゃあ、まことさんから。そうですよね。はい、お願いします、はい。私のシャギニット、こちら。はい、本当に毛質が柔らかくて、もう着ててめっちゃ肌触りいいなっていう感じ。めっちゃいい。ぬくぬくしたい感じ、で、まあ、今回はちょっと大人っぽく着たいなって思って、スカートを合わせて。珍しい。シルエットもストンとね、落ちる。キャシャミアするね、シルエットなので、うんうんうん、すごいそこも女性らしくて、まあ、後ろにもね、スリットが入ってるので、本当だ。そこもね、女性らしさを見せるポイントでもあるんですけど、うんうんうん、でもちょっとどこかにカジュアル要素入れたいよねっていうので、こちらラインが入っております。ここでちょっとカジュアル見えする形になっております。うんうんうん、で、素材も、ちょっと一見綺麗めに見えるんですけど、ちょっとジャージー素材というか、うん、あ、本当だ、結構ラフですね。そう、めちゃめちゃ楽ちんな素材なので、うんうん、ここもちょっとカジュアル見えするポイントかなって、うん、足元はシャイニー、さっきもね、ナナミンがラメとか入れてましたけど、はい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 、私は足元に今回シャイニー要素シルバーを入れていまして、ここでね、うん、おしゃれにワンランク上のおしゃれみたいな感じにちょっとポイントで入れてみました、うんうん、でまあ小物バッグはそのまま大人っぽいレザーの、うん、これもロティですね、うん、ロティいろんな形のバッグがすごい可愛い種類豊富ですね。こういう台形型のね、うん、使いやすそう、そうね。でここがちょっとこういうのがついてて、すごい実用性もあるバッグですね。こんな感じでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、届いてゆずのコーデはまこさんとね、もう真逆じゃないですか多分。確かに。私のシャギーニットはこちらのカスタネのカーディガンですね、うん、これ実はちゃんと着るとカーディガンのもの、あえて逆でちょっとミニワンピ風に、うん、なんかやっぱ冬といえばちょっとこうぬくぬく着たいなって思って、うん、これ一枚で着てる感じになっております。でポイントとしてはこの付属の紐があったので、ちょっとギュギュッとね、ウエストマークすることで、まあ、スタイルアップもしますし、このねミニを若干見せるっていうねレイヤード術もちょっと洒落て見えるかなって思ったので、これを見せたのもポイントかなって思います。これ素材感がめっちゃ可愛くて、色わかります？めっちゃいろんな色入ってるんですよ。ピンクとオレンジと白となんかベージュっぽい感じが入ってて、なんかこっから見るとブルーっぽいのも入ってる。確かにブルーも入ってるかも。もういろんなカラーがね入っております。でも色が多ければ多いほどなんか肌なじみしやすいなと思ってて、パキッ何色ってなると似合わないとか出やすいかなって思うんですけど、これは結構いろんな方が着やすいんじゃないかなって素材的に
思いました。足元もカスタネですね。これはカスタネのエンジニアブーツをね、合わせて、やっぱこのミニのバランスにはこういう重たい靴を私は合わせて今季履きたいなって思ったので、エンジニアブーツを合わせて履いております。あとなんだろう、まあでもピンクだったのでバッグはシルバーでね、なんか黒だとちょっと重いかなってことで、まあ、ポスターにねちょっとアドバイスいただいて、いやいやいや、シルバーにいただきました。で、足元でね、頭これピンクって結構ラブリー可愛いみたいなイメージかなと思ったので、ちょっとカジュアルさを足したくて、ビーニーでちょっとカジュアルさをちょっと足引きしたコーデになりました。なんかザ・カスタネ、うん、王道カスタネみたいな感じだね。多分カスタネ好きな方はめっちゃ響いてるね。ぜひ、ね、好きな方おすすめです。おひよこ、あ、ひよこ、あ、ひよこ正解だったよ。模様です。ひよこのなみさん、はい、ひよこのなみさんはい、私は久しぶりにカラーコーデで確かに見てみました。痛かったよ。お待たせいたしましたでも今季のやっぱ注目カラーですね、うん、イエローはやっぱ一つ着たいなと思ってたので選んでみました、うん、これもカプリシュデマージュのシャギー。このねイエローが絶妙で、なんかパキッとしすぎず、うん、なんか大人に着れるカラーがいいなと思って目をつけちゃいました。かわいい、はい、めちゃくちゃあったかいですね。やっぱりもうほんと今炎がファーって、私の後ろには多分いると思うんですけれどもはい、独特な感じがすごいよ本当に燃えております。今私は熱くてあのカットで珍しいね着ない色なんで何を喋っていいか分からなくてですね、はい、イエローといえばなんだろう、まあでもカラーコーデをするときにやっぱ私は合わせるアイテムはもういつも通り着てるようなカラー、うんうん、ホワイトで合わせてみました。トップスがゴワッと重たい印象だったので、うん、足元はスッキリさせたのがポイントかなと思います。アイライン、これね、リムガゼットなんですけど、うん、めちゃくちゃ伸びが良くて、うん、すごい履きやすい、うん、しかもあったかいんで裏地がついてるんですよ。本当だ、ここにそこまでついてる。そうなので透ける心配もないですし、うん、体のラインが出にくいなっていうのを考えられてるポイントだなと思いました。まあ、でカーディガンなんですけど、まあ、多分これ前後ツーウェイでいけるのかな、うん、こちらもね大好きな、ここまであったかいです。かわいい、はい、確かに久々のカラーコーデでしたね、うん、何言っていいか分かんなかったそわそわしてたね、うん、はい、ということで次のコーデまた行きたいと思います。レッツゴー。はい、ということで続いてのニットはタートルネックのニットです。かわいい、あったかいってことで、そうですね、マーコツさんからお願いします、ね、私のコーデを紹介したいと思います。いやいや、メインニットはこちらラルータのタートルネックニットでございます。はい、かわいい、ちょっと珍しくブルーなんて着ちゃいまして、はい、いいですね、皆さんカラー多めで、いや、やっぱカラーコーデ見たいっていうお声もありましたので、うん、はい、私らモノトーンばっかりなので、すいません、すいませんその説は。なのでちょっとブルーを着てみました、うん、で今期トレンドのあれで動画で紹介した時は入ってなかったんですけど、ブルーもねやっぱり引き続き注目カラーなの で、ね、まあ、これをメインで持ってきまして、でやっぱこのねブルーを引き立たせるにはやっぱ同色のこちらのデニムです。うん、かわいい、ワントーンで揃えて、うんうん、いつも履くデニムよりも色がちょっと薄めな感じで合わせました、ね、かわいい。でちょっとこのデニムが裾がねフリンジっぽい感じになってるんですよ。なのでちょっとデザイン性もあって、うん、ちょっとさりげない感じでね、うんうん、そこも手を抜かずにということで、うん、でそのまま足元ですね、いつもだと黒とか、うん、選びがちなんですが、あえてこういう秋冬の薄めの色も可愛いかなと思って、うん、ちょっと靴はこのベージュ系を選びまして、可愛い。そう、バッグもキャメルでちょっと色を拾って、統一感のあるコーデにしてみました。タイトルが効いてる、ね、効いてますか？よかった。で、ちょっとハイネックっていうことだったので、うん、私はちょっと髪の毛をアップにして、うん、そこをちょっと女性らしさをプラスしてちょっとアップにしてみました。うん、マジ個人的なんですけど、私マコスタのこのニットの長いやつ、うん、好きです。なんかたまに冬やりますよね、このお団子のバランスに。なんか あ、そうそうそう、好きです、ありがとうございますまあもちょっとハイネックもともと好きなので、こういうコーデやっぱテンションが上がるなっていうので、うんうん、
かわいい。ありがとうございます。褒めていただいて。はい。とんでもないです。ありがとうございます。どうぞ。はい。続いて、はい、マコスさんブルーマントーンでしたけど、はいはいはい、私はオールブラック。色物攻めちゃいます。あの、違う時になんかやってたので、ね、ちょっとお許しください、はい、タートルネックはちょっとね、あざとく肩が開いちゃってるプラチコのニットになってます。ちょっとシャギーっぽいというか、なんシャギーじゃない、なんだっけ、長め、ね、そう、長め系のニットになってるので、トレンドが2つも合わさっちゃったニットになってます。これはカーディガンとこのノースリーブがセットのアイテムになって、なので今はこちらのタートルネックのタンクトップを単品でね、秋真っ只中の時は1枚で着てもいいですし、まあカーディガンだけとかでもいいんですけど、冬になったらこのセットでね着ていただくと、ちょっとデートとかにもね着ていけそうな可愛いトップスかなと思ってこの子できました。で、スカートはミスティックのミニスカパーですね。こういうなんかレイヤードを染めてるデザインになってるので、なんかそのまま履くだけでもちょっとこなれ感が出るかなって思います。で、このままブーツをミスティックですね。なんか去年ぐらいからこういうカバーブーツ結構着てたなと思ったんですけど、多分今年の方がよりトレンドになってまたやってきたなって思いました。で、ちょっとね、今回の私のテーマはデート。最近モテにね、ちょっと走ってます、ね、走ってますね。まあ2回目ですけど、まあちょっとモテ担当頑張りたいなと思うんですけども、ちょっとイルミネーションとかにねデートで着てってほしいなって思いも込めて、これ華奢のバッグ可愛くないですか、やっぱ女の子持ってたら可愛い、可愛い、はい、これが華奢だから自分も華奢よみたいな感じでねアピールとして持っていただけたらと。まあ選んだ理由としては、このチェーンがねブラックで、あの、やぼったくなるので、これがすっきり締まるかなって思って合わせました。以上、ゆずのコーデでした。ありがとうございます。モテコーデ、モテコーデ、さすがですね。はい、ということで、私はちょっとお二人とはね、また全然違うコーデになったかなと思うんですけど、うんうん、タートルネック着ておりますよ。かわいい。こちらはね、ビムガゼットのタートルネックニットになります。私はどっちかというとインナーでも使えるようなニットを今回選んでみました、うんうん、そう、なんかなので結構ピタッとした、うんうん、デザインだったりとか、まあ、ワンピースにね重ねたりしてもすごい可愛いんじゃないかなっていうコーディネートで、やっぱワンピース一つは取り入れたいなと思ってたので、やってまいりました。こちらはね、シーナリーの、これもね、めっちゃあったかいです。これリバイバルですか。そう、去年もね出ててめっちゃ可愛いなと思ってたんですけど、今年も出てると思って、うん、形がねすごい綺麗なの、ね、広がりもなくすっきり着れるので、うん、なんかこういうニットニット合わせでもいけるなって思いました、うんうん。で、まあ、小物はちょっと華奢なもので引き締めてみました。ちょっとゴールドで秋冬も攻めたいです、うん、タートル新鮮だね。そう、私ね、タートル苦手なんですよ。でもなんかこれは意外といける、高くないからかな。私ちょっと折り込んでるんですよ今。なるほどね。そう、苦しいと私なっちゃうタイプなので、ちょっと折り込んですっきり、かわいい、かわいい、はい。ちょっともう皆さんも冬ですね、タートルになると、まあ、確かにね、楽しみあったかい、うん、ということで続いてレッツGo! はい、続いてはハイゲージニットかっこリブもありです恐ろしいことにもうラストです。恐ろしいですね、はい、ね、恐ろしいですね。じゃあそんなサングラスのマコスさんからいきたいと思います。よし、雑だなさっきから。はい、サングラスのマコトのコーデはですね、こちらコロニーのタートルニットですね。コロニーなんだ。まあ最初ちょっとボーダー太めのものをね選んでたんですけど、うん、ちょっとカジュアル見えしすぎるなって思って、細めのボーダーを選んだのがポイントでございます、うん、細めにすることによってだいぶ女性らしい、女の子らしい印象になるんで、きれいめなスタイリングもハマるアイテムになるかなと思い、これを選びました。で、今回ねゆずまる先生がゆずタキじゃないということで、私がゆずタキを今回担わせていただきます。ありがとうございます、はい、こちらもコロニー2139のスカートですね。ベルトみたいなね、本当だ、生地で、これ一応トップスシャツもねあって、セットアップで着れるような形になってるんですけど、それのスカートを使っております。めっちゃ可愛いなと思ってこれを選びました。可愛い、はい、で、小物と足元は黒で統一させて、はい、足元はジェナのねロングブーツを選びました。ちょっとこれ全体的に華奢なデザインなので、めっちゃ足細く見せてくれます。でもサイドコアなんですね。ちょっとカジュアルな感じ、そうそうそう、カジュアル見えする感じですね、こちら、うん、はい、こんな感じですね。バックはやっぱロッティさん大活躍。ユズはさっきこうチェーンでねつけてたんですけど、私はハンドバッグというか
手持ちで。これめっちゃ使える、うん、なんかコーデの外しにすごい使えるんで、うん、めっちゃいいよね。はい、って感じですね。まあアイウェアをつけてアクセント入れました、うん、シンプルだったので、うんうんうん、はい、以上でございます。細かいテクニック、やっぱお子さんお上手ですね、うん、私とか。お疲れ様です。はい、ということで続いてゆずのニットは、こちらチコの、ここにも書いてあるんですけども、チコのニットになってます。かわいい。このね、キラキラのラインストーンかな、これは、うん、がなんかちっちゃくいっぱいついてて、もうこれもなんか動くたびにちょっとね、キラキラ、可愛らしく、うん、女性らしく着れますし、まあ、さっき見せたこのロゴとかも、なんか最近ロゴもの多くないですか。確かにこの感じも多分両前で着れるんですけど、私はあえて見せたくてこっちを前で着ました。合わせてるこれはサロペットかな、うん、はルドゥのサロペットになっております。今年もやっぱり太めのパンツがね出てるの多いなって思います。これはタックが入っててストンと落ちるので、すごくバランスよく綺麗に着れる感じも可愛いな。でもなんか華奢な、この紐は逆に華奢なので、なんか女性らしさとちょっとカジュアルさと、なんかどっちも兼ね備えられた、もう一度お願いします。はい、兼ね備えたソロペットになっております。で、足元はこれレマージュですかね。レマージュのローファーをね履いて、女性らしさをねちょっとプラスしてみました。うん、まあ今回のポイントはこちらもですね、バッグ。一番最初かな、シアーニットのブラウンの時に茶色のファーのバッグ持ってた。これ色違いで、今度は白を持ってみました。コーデだけ見ると結構シンプルなベーシック目だったので、小物でこう外しじゃないけど、ちょっとポイントを持ってくることでより可愛いコーデになるかなと思って、この子持ってきました。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。続いて、おー、ナナジのホワイトコーデです。安心感あるわ。もうね、これはもう私服かなっていうぐらい自分に一番しっくりきたコーディネートになってるんですけど、トップスはガリアルダガランテの、うんうん、V ネックニットですよ。盛り上げてきます。はい、ちょっと独特なね。そうそう、これね、めちゃくちゃ着心地がいい。良さそう、もちもちだね。もちもちだし、さらっとしてるけどあったかい、うん、個人的に着てめっちゃ欲しいなって思ったアイテムになります。まあ、前だけちょっとインしてね、スッキリさを出したんですけど、うん、後ろはちょっとね長めになってるので、本当だ、ちょっと腰回りまでねすっぽり膨れるのも、うん、大人の方とか嬉しい、うん、そうだね、うん、はい、うん、パンツもホワイトのねパンツで合わせて、シルエットがめっちゃ綺麗なのと、ね、これもね、まこつさんと似てるような素材なんですよ、スカート。あ、ちょっと肝を触る。そう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 、あ、本当だ、めっちゃあったかくて、縦のラインもねしっかり効くので、めちゃくちゃ細見え効果。で、ウエストにね、ゴムになってるので、楽ちん。めっちゃ楽ちんで、やっぱここで調節できるのね、嬉しいなと思って、うん、ちょっとまあ、食べ過ぎたりしても、緩めちゃってください。でも、やっぱこれも、ニットとの相性めっちゃいいなって思いました。すっきり見せてくれるから、ちょっとごわっとしたニットでも。いけちゃうわけですね。で、まあ、靴はゆずもね、履いてた、若干ちょっと大人っぽい、かっこよいイメージで合わせてみました。かっこよいです。はい、かっこよいイメージでね。はい。もうごめんなさい、ゆずと一緒なんですよ。気分が同じなんですね、はい、我々。足元小物ね。はい。あえてホワイトコーデにホワイトの小物を合わせる。うん、いや、このバッグめっちゃ使えますよね。めっちゃ使える、うん。オールホワイトコーデにこれも合わせたいなと思って、うん、おしゃれに、ね、うんうん、見えるから。素材感がね、それぞれ違うから。うん、いいです。思いますって感じでね、もうニット全部で15コーデたっぷり来ましたね。たっぷり来たね。お疲れ様でした。ということでね、で私たちのね今日ご紹介したコーデも特設ページでね、はい、パルクロにて公開されてるので、ぜひ皆さんそちらも見てください。見てね。最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よろしく。